ピこんにちは、みじゅです。今回はこちら NSX の車両紹介をさせていただくんですけれども、オーナーさんのポンズさんです。はい、よろしくお願いします。どうも、ポンズです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でこちらの NSX は、はい、初代型っていう認識で大丈夫ですか？初代ですね。うん、かっこいい和製ポルシェって言われてますよね。そうです ね。その頃の、まあ、いわゆるフェラーリの、うん、あ、フェラーリと競い合ってたぐらいのやつですね。なるほど。ちなみにこちらの、はい、まあ、ホンダ車を選んだ理由というか、はい、NSX こちらの型を選んだ理由とかってあるんですか？ありますね。もう僕がその、うん、幼少の頃にすっごいスポーツカーがやっぱ好きで、でスーパー GT とか、うんうん、あとは親が買ってくれた、うん、もうその頃 VHSのビデオだったんですけど、それで土屋さんが乗ってたのがやっぱこの NSX で、はい、そこからずっと好きになってて、うん、あ、そうなんですね。いつか乗りたいっていうのを二十何年間思い続けて、うん、それでようやく乗れたっていう感じですね。じゃあやっと叶ったっていう一台なんです ね。このカラーもすごい綺麗ですね。はい、これ前のオーナーさんがオールペンで、うんうん、あ、オールペンなんですか？されてますね。今の FK8 のポリッシュドメタルと同じ色で、うんうん、あ、そうなんだ。すごいなんか色持ちいいというか塗装強いなって思って多分ポリッシュドメタルの FK8 があると思うんですけど、うんうん、それと同じ色ですね。あ、そうなんですね。いや、いい色ですね、本当に。一回止める？すいません、あ、はい、どこまで聞いたっけ。あ、違う、色だ。 色ですね、色を聞いて、はい、なるほどって言ってなるほどっていうところで適当やばい、すいません。え、はい、ということでということでフロント周りからご紹介いただきたいんですけれども、はい、このなんだっけ、リトラクタブルライト。そう、はい、めちゃめちゃ可愛いですね。これ好きですね、うん、その頃のロマンが詰まってる、うんうんうん詰まってると思うんで、もう今なんかあの作る上でやっぱ安全上のもの、あ、歩行者保護みたいな突起物に当たっちゃうっていうのがやっぱあるらしくて、そうなんだ、ダメなんだ。それでも作られてないですね。なんかこれ、なんかこれ最高いね最高いねえ、これなんか明るいですよね。変えてますか？一回納車された時は、うん、あの HID ユニットそのままだったんですけども、うんうん、はい、一回壊れちゃって、もうバラストから高出力のライトに変えてるんで、はい、あ、そうなんですか。見た目は LED みたいに見えるんですけど、うん、これも HID ユニットです。そうなんだ。これちょっとパカパカってやっていただくこと可能でしょうか？全然大丈夫です。おお、かわいいかわいい、おお、かわいい最高かわいい、最高です、ありがとうございます。はい、なんかこれ女子受けいいみたいですね。あ、そうなんですか？うん、なんか結構ねYouTube とか見てると、はい、このライトが好きでこれがついてる車選ぶっていう女の人が結構多いみたいで、あー、なるほど。かわいいって言って、このなんかギョロ目というか、なんかそうそうそう、かわいいって言って選ぶ方が多いらしいですよ。え、ちなみにこちらの車はどのくらい所有してるんですか？はい、まだ納車してちょうど今1年です。あ、そうなんですか。へえ、ちなみにトランスミッション、はい、MT? オートマです。オートマですか。はい、うん、車内って見せていただくこと大丈夫ですか？ですよ。内装なんですけど、はい、え、ステアリングが変えました。変えた？変えてます。すごい。これ取り外しできるタイプ？できますね。おお、ラフィックス の、はい、その取り外し可能なやつで。へえ、すごい。え、これは何ですか？はい、あ、それ延長ですね。そのウィンカーレバーの延長です。じゃあステアリング持った状態でここで。あ、そうです。あ、なるほどね。それないと本当に腕伸ばさないとこうやってできないんで。はい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 。え、そうなんだ。他にいじってるところとかあるんですか？あとはシフトノブをステアリングと揃えて、もものやつに変えてますね。おー、なるほど。もうライトチューンっていう感じで、はい、あとはペダルにちょっと付け替えたりとか、うん、あ、本当だ、ペダルが、ペダルも変わってますよ。基本的にやっぱりもう、うん、ほぼいじらないぐらいの、うーん、シンプルイズザベストです。そうですね、もうそのままで仕上がってますもんね。もう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 、うん、なんかこの、はい、座席の革の味の出方が素晴らしい、はい、やっぱり本革って言ってるだけあってさすがですね。うん、匂いがすごい好きで。あー、かっこいいわ。車内のほとんどがやっぱ本革で作られてるんで、うんうんうん、それ独特の匂いが、うん、いいですね。
ジンが見えてますね。 VTEC VTEC です。何リッターですかこれ。 V6 の 3.0 なんで、うん、3000リッターですね。3000リッター 3cc で、いや、かっこいい。これは本当に何ですかね、見せてますよね。見せてますね。これを見ようと、見ようと、これがホンダの技術を集結させた最高傑作っていう、いや最高ですね。うん、おーすごい、熱々ですね。熱々熱々ですね。あ、段取れますね。段取れちゃうわ。 NSX オーナーさんの中では、はい、ここの上にピザ乗っけるとちょうどよく温まるっていう、うん、そうなの。のがありますね。使い方が面白い。このリアすごい長いですよね。横顔がすごい特徴的ですよね。そうですね。この頃の NSX はなんかその スポーツカーでありながら、うん、やっぱ荷物が乗るような設計っていうのは目指したらしくて。そうなんですか。トランクスペースが結構広くて、うん、見ても大丈夫ですか。全然大丈夫です。めちゃくちゃごちゃごちゃしてますけど、映しても良ければ全然。私は、あ、広い、めっちゃ入ってるんですけど、うんうん、まあ、ゴルフバッグが約2個ぐらいギリ入るかなぐらいの、はい、これに横に2個。あ、そうですね。広くていいですね。広いです。マフラーも変わってる。マフラー変えてます。これが、うん、マフラーが GT1 マフラーっていうやつなんですけども、 GT1 マフラー、 GT1F1 サウンドマフラーっていう、うん、あ、そうなんですか。4本出し4本出しです。へえ。作りが一応2本出し4本出しっていう作りがあったんですけど、はいはい、僕は一応4本出しで、うんうんうん、その頃のなんか良さみたいなのがあるんで、この小ささっていうかが、うん、確かに今結構どんどん巨大化してますもんね。そうですね。これは焼き具合はチタンなんですか、はい、ステンレス。これ元々のマフラー、うん、ステンレスなんですけど、はい、これ今あのマフラーカッターついてて。あ、なるほどなるほど。下からよく見ると、うん、あ、なんかちょっと色違うなって。いやでもいいですね、綺麗。めちゃくちゃいい音します、これは。うん、いいですね。このテールは一直線なんですか。一直線全部光るんですか。これ3分割になってますね。3分割なんですか。これも車外のテールで LED のやつなんですけど。あ、そうなんだ。ここはバック、バックで、あ、バックライト、ウィンカーで、はい、とブレーキランプって感じで。おー、そうなんだ。でもこれ反射板ですね、こっちは。あ、そうなんだ。ここは違うんだ。そこは違いますね。うん、そうなんだ。このゴールドもなんかいいですね。これ僕のこだわりですね。あ、こだわりありましたね。うん、あった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 。ありましたね、こだわり。いいなぁ。いいですよ、この車。うん、どうですか、もう一台。ピッ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 。この車実はもうカーセンサー今乗ってるんで。あ、本当ですか。え、なんでなんで。次の候補とかあるんですか。もう決まってます、一応。まだ内緒。一応 YouTube で言う。あ、まあ細かい情報は YouTube で言うんですけども、うん、イタリアの車をちょっと。なるほど、そっちへ行くんですね。購入させていただこうかと思って。うん、なるほど。ただもう NSX に乗ってて、うん、ミッドシップにはまっちゃったので、うん、次もミッドシップです。なるほど、もうそこは変えずにこだわりを持って。ってなるほど、いいですね。カーセンサーに買い手募集中なんで。買い手募集中だそうです。決まらない限りはカーセンサーに乗ってるそうです。URL お願いします。貼っておきます。ありがとうございます。ぜひチェックしてみてください。ぜひ見てください。極上なんで。そうですよね、めちゃくちゃ綺麗だもん。なんかシミとかも全然ないし、傷もないですよね。ボディは綺麗ですし、うん、エンジンとかも何回か壊れたんですけど、うん、全部直したんで、うん、メンテ済みです。メンテ済みで、多分僕の YouTube チャンネル見ればどこ壊れたかすぐ分かります。本当ですか。じゃあ YouTube の見れば貼っておきますので。はい、カメラさん遠い。ということでエンディングを撮りますか。いや本当になんかこの色っていうのもさらにいいわ。ということでこちら初代 NSX 前期型前期型ですの車両紹介を、はい、させていただきました。ありがとうございました。
ね、ポンズさんは YouTube もやられてるということで、はいはい、よかったら概要欄に貼っても大丈夫ですか、はい、ぜひお願いします。ポンズドライブ TV っていうのをやってるので、ポンズドライブ TV ぜひチェックしてみてください、はい、そしてこの NSX もカーセンサーに乗ってるということで、あの今販売ぜひミジョの YouTube を見て購入っていうのもね、はいはい、嬉しいので、めちゃくちゃ極上なんでね、極上車です、私が保証しますということでご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあね、 OK お願いします